今日開きましたヨハネの2章は、これは有名なところでありまして、イエスのお母さんであるマリアがイエス様を頼んだときにイエス様を聞いてくださったところなんですけども、ここはお母さんが頼んだから聞いたということではないんですね。それをちょっとね見ておきたいと思います。その上で今日のお話したい5節に入っていきたいと思いますが、2章のところですね、1節から、それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスが入ったと。今でもガリラヤのカナ、今ちょっとイスラエルはねコロナの関係で今回復してませんけど入れませんが、そのガリラヤのカナのところはですね、この水がめのね、小さな水がめから大きな水がめまでお土産がいっぱいあります。ハネムーンで行って水がめを2人とかって持って写真撮ったの覚えてますけれどもね、今度行った時には子供たちに水がめをプレゼントしようかと思いますけれども、まあ婚礼のところですね、そのカナの婚礼のところにお母さんがいたと。その婚礼式、まあ、結婚式があったからですね、まあ、でまあ披露宴は向こうは短くても 2,3 日、だいたい1週間、長い時なら2週間ぐらい続くんで、その間いろいろもてなしをすると。ですからどうしても最後の方になってくるとブドウ酒を出すんですが、ブドウ酒がもうみんな程よく酔ってきた時には薄いのを出したりするのが、まあ、当時の慣習というかね、まあ出される方ももう酔ってきた時はもう長く続くからいいだろうって感じだったんですけども、だこの時、まあ、ブドウ酒がなくなってしまう。それでイエス様はそのなくなったブドウ酒を、水をブドウ酒に変えたという奇跡なんですね。で、まあ、お母さんがいました。まあ、この文脈からいくと、もしかしたらお母さんはこの結婚披露宴の婚礼の世話係だったんではないか、あるいは接待係でなったんではないかという可能性があります。分かりません。書いてないから断言はできませんね。で、そしてそこにイエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。まあ、その関係だったのかどうか分かりませんが、イエス様と弟子たちも招かれたと。そしたら、さっき言いましたように、葡萄酒がなくなります。3節ですね。で、お母さんに向かってイエス様が、あ、逆です。お母さんがイエス様に向かって、ね、ブドウ酒がありませんって言ったんですね。から報告したわけじゃないですね。ブドウ酒がなくなりましたとかね、あと何本ですか、そういうことじゃなくて、これはブドウ酒がなくなりましたっていうのは、これはブドウ酒がなくなったから何とかしてくれないって、何とかしてくれないって、そういうニュアンスですね、これね。これがあります。だから母マリアはイエス様にブドウ酒がなくなったから何とかしてくれないってこう、まあイエスだったらやってくれるだろうと思ったわけですね。で、ところがイエス様はここで4節でこう言われたんですね。お母さんに、あなたは私の何の関係あるのでしょう、女の方は私の時はまだ来ていませんって言われた。これはちょっと冷たい言葉に感じますが、これを理解するにはまず女の方からいきますね。女の方っていう言葉は前の聖書は婦人よって訳されている言葉ですね。これはお母さんに向かう言葉じゃないんです。例えばお母さんとか、まあ、お前最近のはお母と言ったりね、まあ、大阪弁だとお母ちゃんとかね、あるいは丁寧母上様とかね、お母様とかあると思うんですね。おもどう様ってのがありますね。ね、ありますね。ね、そういうふうに、これはお母さんに向かっている言葉じゃないんです。女の方という言葉。これは婦人よとも訳されてますけれども、これは非常に女性に対して使う尊敬を込めた言葉。だから、女の方。独身の人の場合どうなんでしょうね。ね、尊敬を込めた言い方ですね、これね。女の方、婦人よってね。で、だからいつも私が言うんですけれども、これは皇帝アウグストがクレオパトラに向かって言ったときにこの言葉を使ってるんです。皇帝アウグストがクレオパトラに向かって使ってる。だから非常に尊敬を込めた、敬意の込めた言葉ですね。だからお母さんに向かってお母さんっていう尊敬を込めた言い方じゃなくて、お母さんじゃなくて一人の女性として、人間として、女性として非常に尊敬を込めて呼んでる。だからお母さんを知りたいだけじゃない。でもお母さんとしてじゃなくて人間として、一人の人として尊敬してる。そしてこの後、私の時はまだ来ていませんだから、これは私の時はまだ来てないから関係ないよってね、うるさいわねってそういうことじゃなくて、いや私の時が来ればやりますよってことです。だから、いやまだ私の時来てないから慌てないでって、安心してて大丈夫だから、ちゃんと私の時が来れば、まあ、もうすぐでしょうね、もうすぐすればちゃんとなんとかするから心配しないでいいよっていう、そういうニュアンスです。私の時はまだ来ていませんってのは、ね、ここはこれは直接的な意味です。ただしヨハネの福音書というのは900語で書かれている最も簡単な聖書、ギリシャ語で学ぶときはヨハネの福音書があるんですね。だけど実は最も簡単で一番簡単なんですね。長い文章ない。私は道であり真理であるとかね、私は命のパンですとかね、短いんです。アイアム何々、アイアム何々みたいなもんですね、言葉ですね。ところがとても短いんだけども、ヨハネの福音書は最も簡単で分かりやすいけど、ヨハネの福音書は最も深いんですね。ヨハネの福音書は誰でも初心者でも読める、分かりやすい、ノンクリスチャンでもこれを通してイエス様に出会えることができる分かりやすい書だけど、同時に最も深い哲学的な書と言われている。面白いですね。最も簡単なものが最も深い、これがね、なんかこう聖書の醍醐味ですね。やっぱりね。で、だから
からここには私の時はまだ来ていませんというのは、まあ、時が来たらブドウ酒ちゃんとねブドウ酒用意しますから心配しないでいいよっていう、まあ、目の前のことと同時にこれは私の時って聖書で言ってる時はこれは十字架なんですね。一貫して今日は詳しく説明しませんけど、だからいやまだ十字架の時はまだ来てないんですよっていうねことを言ってるね、そういう意味があるんですね、これはね、深い意味ではね。でもここで直接的にはそういうことですね。でそこから戻ってきて、あなたは私と何の関係あるのでしょうっていうのは冷たく感じますけど、関係ないわよってことじゃなくて、いやお母さんね、お母さんとしてではなくて一人の女性としてとても尊敬してるね、あのね女の方ってね、あの私が来たらやるから心配しなくていいですよっていうように、母親息子じゃなくて私はもうね、あの家族を置いてその交渉外に入ったんだから、親子ではなくて一人の、ね、あの神の器として神のある人としていうことなんですよ。大事なところなんですね。イエス様、お母さんが来た時に他の人たちはお母さん来てますよって言ったら、イエス様はいや私の母とは誰のことですか、私の言葉を聞いて御心を行う人はみんな私の家族母兄弟ですと言ったでしょ。だからここではっきりイエス様はもう交渉外に入ってて親子だから聞いたわけじゃない。聖書に出てくる母マリアは本当に謙遜で信仰的にこう私たちは模範とすべき素晴らしい方です。ただしマリアが言ったからイエス様が答えたというそういうことをここでは言っていません。これはっきりしておかないといけませんね。マリアの大人なしはないんです。聖書と天国にいらっしゃる聖書のマリア様はあのマリアさん踊りてくださいって言ったら、いや直接言ってくださいって言われます、間違いなく、ね、この時もだからいやそのあなたがお母さん私が息子だからってそういうことじゃなくて、関係なく一人の人間としてこうね、まあ、エサは人間だけど、まあ、神の子であるけど、もう一つは目の前のことにマリアは関心を持ってた。もう帽子がなくなったって、ところがイエス様はいやそうじゃなくて永遠の救いのことに関心を持っていた。だから水っていうのはユダヤ教で、まあ、清めの主体の水だから、まあ、要するに立法ですね。そしてブドウ酒の実証だからイエス様の十字架の血ですから、深い意味ではあなたの関心が持っている目の前のことじゃなくて私はもっと深い永遠のことに関心を持ってますよっていうそういう意味もある、深く読めばね。だからここではでも直接的にはいやあのねあの女性夫人の方よってね、あの女の方ってね、いやあなたも素晴らしい神様の足目だし、私も神様のものとしてあのちゃんと心配しなくても準備してますからねってことなんですね。そしたらそう言われたら母マリアはですね、母は手伝いの人たちに言った、あの方がいることは何でもしてあげてください。今言ったようなことをカトリックの方に言ったら、カトリックの方はあそうかって言ってくれるかな、ちゃいますよマリアとか言って怒りそうですね。ところが聖書のマリアさんは怒ってないんです。あなたたち何の関係あるでしょうって時にマリアは逆に分かったんですね。ちゃんと悟って手伝いの人にあの方だってイエスの言うことで言ってないですよ、息子の言うことで言ってないですよ、あの方と言ってるんですよ。はっきりイエス様を子供息子としてなくて本当に神の救い主としてあの方イエス様に言われることは何でも聞いてくださいねって言ってるんですよ。だから聖書のマリアは本当にへりくだっていて、あなたと本当に何の関係あるんでしょうって、ね、親子だからじゃなくて一人の人としてちゃんと心配しなくても聞いてくれたら、あそうか分かったってね、あのとにかくイエス様のことは何でも聞いてください、あの方のことは聞いてくださいねって言ってるんですよ。へりくだってます ね、やっぱり聖書のマリア様素晴らしいですね。であの方が言うことは何でもしよう、で今日のキーワードこれ、あの方のことは何でもしよう、イエス様が言うことは何でもしてくださいってことなんですね。なんですね。だからイエス様が言われることは何でもしてくださいって、だから無理して何でもあの無理をすることはないけど、主が言われることなら何でもしてあげてください。そしたらちゃんとイエス様は必ずブドウ酒を用意してくれるからってことは言語あるわけです。これでマリアはイエス様が言うとあの人のこととにかく何でもやって、そしたら必ずブドウ酒はちゃんと用意されるからって信頼なんですよ。素晴らしいですね、これね。で、そしたら、イエス様はですね、そこにユダヤ人の清めの死体で、まあ、石壁に水が置いてあった、80リットルか120リットル、大きいでしょうね。その石壁に、ね、7節、あ、ごめん、石壁じゃない、水壁だ。なんか、ね、オンラインした人みたいに石壁になっちゃいました。水壁でしたね。水壁に水を出し、石壁に石を掘り込みなさい、大変ですよね。水壁に水を満たしなさい。ね、水壁に水を満たしなさいって言われたんです。で水がめに水を入れることはそんな難しいことじゃないですね。そうですよね。だって水がめは水を入れるんだから、水がめに水を入れなさいって言われたら難しくないからね、みんな一生懸命やったと思うんですね。で神様のことはいつも難しいわけじゃない。これ簡単だと思う。できる。とか問題は次なんです。まず一つ目、石神じゃない。なんで石神入れちゃって、まあ、すいませんね。水がめに水を入れなさいって言って、水を一生懸命入れた。いっぱいになったら、今度、イエス様言われる次は、さあ、今汲みなさいって言った。
そして宴会の最後のところに持っていきなさいって、今でも今はまだ水なんですよ、この石亀の、ま、ごめん、なんで、ね、なんでなんだろうな、なんか、ね、よっぽど私はあのオンラインの座ってる人好きなんでしょう ねあの水亀を持っていきなさい、ね、水亀のまま持っていくのか、水亀をまた別の容器に入れて水を持っていくのかちょっとわからないけど、いずれにしてもこの段階ではまず水だと思いますね、このブレメアから言って。ですから水を持っていけと言われたんでも、水なんか持っていったらもちろんあの、ね、向こうの世界では水ってすごく貴重ですけども、でもこの場合は水持っていっても仕方がない、水逆時になっちゃうでしょ、なのでブドウ酒が必要なんですよ。だから水なんか持っていったら何だお前って言われたりね、怒られたりするかもしれない。で花婿は恥をかくことなわけですよ、水がブドウ酒がなくなって水だって言って。ところがこの人たちはこの時にね、えこれ持っていくんですかって、この持ってどうするんですかとかね、あるいは水持っていってもいや花婿が困るじゃないですかとかね、これ持っていったら怒られるの私ですよとかね、いやちょっと私行く前にちょっとエッサー持っていってくださいよとかね、言ってない、言われた通り持って行ってるんですよね。ここが大事なんですね。水がめに水を入れることは簡単ですね。でもその水を今度、まあ、水がめのままか移したかわからないけど、その水を持っていきなさいと言われた時に宴会の最悪に持って行ったわけですよ。これ我々は水がめが、水がめじゃない、水がブドウ酒に変わって知ってるからいいですけど、普通変わりませんね。今日生産式にあたってあの生産容器にでも水を入れて水ブドウ酒になるようにって言っても主が言われた場合はなりますけど、そうでないから無理でしょ。で普通になりませんよね。だからこうえっと思うと、でも彼らはちゃんと持っていって言われた通りに持っていった時に、どこで変わったか書いてないから分かりません。次の説にはもうちゃんと宴会の最悪はブドウ酒になったその水を味わってみたって書いてあるから、お前ブドウ酒になったその水を味わったって書いてある。面白いですね。ブドウ酒になったけど水なんだってはっきり言ってるんですよ。これはブドウ酒になった水を味わってみたと書いてある。その水って書いてあるからブドウ酒味わったと書いてないんです。ブドウ酒になったその水を味わったと書いてあるからやっぱり水なんですよ。でもブドウ酒になったんです。わかります？え、救われて罪がないとされた罪人なんです。お互いあなたも私も救われて罪がないと見ていただいている罪人なんです。わかりますよね。だからブドウ酒になったの、本当にブドウ酒になったんだけど、でも本来水なんです。ちゃんとはっきりするよ。 でもそれ持っていた人は水だって知ったけど、この人は武道士になったのを見てるから、どこから来たのか知らなかったわからないんですね。だから花婿呼んでね、いやあんたこんないい、しかもいい武道士だったの。皆さんね、神が奇跡をするときはね、皆さんね、まあ、ちょっと半端ないというと品がないけど、何て言うのかね、こう本当によくことをするんです。で武道士はね、あのそこそこの武道士じゃないんですね。おそらくこれ、ね、今では年代物の武道士でしょうかね、もう超上等な武道士でしょうかね、非常に武道士だったの。だからこの人が普通はね、みんなが寄ってきたらね、悪いものを出すところだけど、あなたはこんな良い武道士を今でよくも取っておいたって言って褒められるが良かったわけですよね。つまりね、主がなさるときはね、こういうことをするんですよ。でもこれ持っていったからです。で、この世話役は知らなかったから、思わずね、金向を褒めてね、よかったですね、金向さん。でも持っていた人は知ってるんですよ。いや、あれは水なんだ、でも武道士になったら水なんだって知ってるんですよ。彼は持っていって良い存在をしたかったから。で皆さん、イエスの言葉に従う人はイエスが何をなさるか、イエス様の愛、イエス様の奇跡を知っているんです。イエス様なさった御業を知っているんです。これはすごいですね。イエス様の愛と奇跡を知っているんですよね。イエス様の言葉に従った人は、皆さんね、主のおっしゃる言葉に従っていきましょう。そうするとね、主がなさる技を見るんです ね。先日ね、私は教会から献金をするようになったんですね。ある金額をね。で私にしては大きな額だったんですね。で教会からそれをすると、月末の私の給料が減ると思った、まあ、すいませんね、ちょっと肉的なことですけど、素直にね、一番最後に献金、給料を出すからね、献金残った分から給料を出すからね、減ると思った、その額ね。結構私にとっては大きい額だった。でも神様おっしゃるから、いやきっと祝福されると思ってね、あの約束じゃないです、本当に祝福されると思ってね、喜んで下げました。昔はこうやっていつも生きてたから、あ、原点に帰ろうと思って、こうやって原点に帰れると思って結構喜んで出したんですね。また、まあ、教会なんですけどね。そしたらね、その翌日に大学時代の仲間が祈ってくれということを言ってきたので、それ祈ったらその答えが答えられたって返事が来て、よかったねっていうメールをしたら、献金をしたいと言ってきた。で、行動を教えてくれって言うから、ゆうちょと、まあ、
18だったかな、その地方銀行のね連絡さん、都会の人は銀行使うからね、やっぱり案の定銀行で送ってきました。それで送りましたって来たから確認に行ったんです、やっぱりね、ちゃんと書いてるからね。でそしてあれ俺言わないといけないから、そしたらね、捧げた金額と全く同じ金額がね私の口座に入ってきたんです。全く関係ない人から、まあ、関係ないっていうかその人からそういう形で献金もらって初めてだからね。その時にね、私ね見事だって、私給料減ると思ったでしょ。私の個人口座にね、その人は私に献金してくれたんだからね、捧げた金が入ってきたんで、私ね、ああ見事だと思った。でだから給料はなんか関係ないって、これ本当に見事だなと感動したら、結末ね、その月は境内祝福されてね、給料そんな減らなかったんです。でその時にね、神様っていうのはすげえなと思った、愛の方だなと思った。でなんで、ね、神のおっしゃる通り、イエス様のおっしゃる通りするとね、神様があなたをどんなに愛してるか、本当に奇跡を体験できるんですよ。でこの時あのね、マリアはイエス様に取りしてくださいって、やっぱりマリアってすごいんです、聖書のマリアは、ね、で言ってくださいって言われたから、言われる通りですね、水がめに見取れることは繰り返します、簡単ですよ、そういうことを簡単にしてあることもあるんだけども、その水を背中に持っていくのには、やっぱりこれは本当に主に対する信頼がないといけないし、怒られても別に構わないという覚悟がいるし、ね、まあ怒られてもいいというのは不信仰ですけど、でも彼らは水だからね、目の前は ね、 あれね、でもそれでも持っていった、言われた通り、そしたら奇跡が起こった。その時ね、すごいなと思ったと思うんですよね。朝も言いましたけれども、何度も私がしていますけれども、宮崎の南牧師はね、ケンタッキーでアルバイトしてますけど、今宮崎ですよ、長崎にもともといたんです。で長崎の時ですね、彼はですね、蒼天祈祷休んだことないんです、基本的に。あの自分が休みの日は休みますよ、そうじゃなくて ね、そしてね、ところはね、どこで休むかというとね、アルバイトしながらね、こうね休むそうですね。でケンタッキー上げるときに寝てしまったとか、寝ながら上げちゃったんですね、寝不足でね。そしたらね、平日の午後のねアイドルタイムっていうのがあって、もう最も売れない時間で、全部ああいうのはね、あ世の中はね全部データ出してるからね、それに合わせて作るんですね、売れ残らないようにね。その時間はだから、まあ数字教えてもらったけど忘れたからね、まあ、分かりやすく10にしておきます。10ね、10より少ないかもしれないし、ちょっと覚えてない、でもちょっと10にしておきます。10作るとする、そしたらね、間違えてね、20じゃないな、25か30作ったと思う。はって気がついたら、ここ全部入れてたんですね。まずいと思ったけど、もう入れちゃったから、あげてね、店長に言ったら、すいませんってね、あとこんだけ作りましたってね、怒られた怒られた、店長に、何やってんだお前って言ってね、怒られたわけ。だって、2時間経ったら捨てますもんね。だからもうこれはね、とんでもないことだね、もう赤字ですよね、完全に。怒られて、はい、もうすみませんって帰ってきて、彼は悔やんでますね、神様すみませんでしたってね、店に迷惑かけまして許してくださいって、こう真剣に声を上げた。偉いですね、言い訳しないのね、蒼天行ったからですよなんて言わないんですね、本当すみませんでしたって、次に感謝 ね、作りすぎたこともありがとうございます、うつうつしてしまったこともありがとうございます、怒られたこともありがとうございます、ね、このことも一緒に神様素晴らしい気があるから感謝しますって徹底に感謝した後、私ね、ここが好きなんですよ。悔やめて感謝することはとっても大事なんですよ。いいですか。でもその後にね、求めてほしいんですよ。神様、私の全く失敗でミスですけども、どうぞこれを憐れみで覆ってくださり、全部売ってくださいって言ったんですよ、ね、半分お願いしますとかね、せめて4分の1なんて言わない、全部売ってくださいって言ったんですよ。これ、ね、全部売ってくださいって言ったんですね。それで神様がね、祈ってるとね、分かった、全部売ってあげようって言ったんですって。ここがね、神との生きた交わりしてるんですね。ねえ、俺はね、そうやって言われたから、彼喜んだ。ありがとうございます。これできっと売れる、神様が売ってくれてたと思って、喜んだ。よかったと思って。でここまではね、そ難しくないかね、お祈りして会話だから。それで神様は次言ってきたんですね。じゃあ、それを店長に言いに来なさい。は？いや、だから、私が全部、今日この作りすぎたチキンは売るって店長に言いに来なさいって。え？いや、だから、この作りすぎたチキンはちゃんと、ね、私がつまり神様は全部売ってくださるっていうことを、ね、ちゃんと伝えに行きなさいって言ったら、ええー、ってね、あ行ですね。ええって言ったら、だってあなた信じてるんでしょって言うから、はい信じてます、だって言いに行きなさいって、もし言えなかったらってのは信じてないことですね、言いに行きなさいって言うから、これはね簡単じゃないですよね、わかるでしょ。店長ノンクリスチャンですよ、怒ってるんですよ今、作りすぎてもうってかっこ怒られた、三段
怒られたときにまたこんなこと、いやこれね神様全部売りますって言ったらね、水に油じゃないですか。だってノンクリスチャンだから相手は。よく言ったら信仰的なんて言ってくれませんよ、そんなの。ね、分からねえと思ったけどね、そこでね、主の言われる通りね、店長のとこ行って、店長って言ったんで、ね、あって、店長ね、あって言ったんで、いや、さっき言ったあの、チキンですけど、店長ね、怒ったからね、なんだって感じですね。いや、あれ、お祈りしたら、神様が全部売ってくださるって言いました。まあ、クリスチャンで知ってるからね、店長ね、あっきれてね、怒るの通り越しちゃって、はって。分かった、もういいから戻れって言われたそうですね、その厨房にね。怒るの通り越して呆れられたって言った、ね、そしたらね、彼は戻ってきた、ね、言ったからちゃんと。でこれあと2時間でしょ、売れる前、ね、ダメまで1時間半何も起こらないんですよ、あと30分まで。ここらへんね、1時間半 ね、 ここでね、あと30分までね、客が来たらチリンってなるんですって、股間がポンって。でチリンってなったんだ、あっと思って、だから客が来てね、この時間来るのはみんなサイドオーダーなのに、その時チキン5ピースとかって結構入ったんですって。ああよかったと思ったんですって。でまたチリンってなったんですよ。でまたチキン入った、あよかったと思ったんですって。いや感謝しますって思った。でもね、まずそんな2人ぐらいでしょ、ほやね、チリン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 ってなりたいんですね。で彼はね、壊れたと思ったんです。ありえないからなことは、壊れたと思って、あら壊れちゃったと思ってね、わ壊れちゃったと思って店見たんですって。来ると思ってないからね、ありえない時間だから行列ができてたんですよ。そしてね、びっくりした。頼む人頼む人はね、まあ、オーダー先に取るからね、どんどんね、みんなチキンなんです。チキン時ばっか来た。ほいで店長がね叫んだんです。まこね、嘘にね、みんな見て、はいって、もっと作れチキンって言って、はーってまた作ったんですよ。作ってたチキンだけでは足りなくなって、もっと作ったんですよね。だから最初からもう2倍か3倍か作ったのはさらにプラスアルファだから、もともとのアイドルタイムの本来の4倍か5倍、近く4倍ぐらい売れたんです。ごめんなさい、アクリル板がありますので。何かというと、この時ね、神の言葉に言われた通りしたら、彼のミスを神は負ってくださったんです。ブドウ酒がなくなったっていうのは、ちょっときつい言い方をしたら、花婿とかその世話係の失敗ですよね。でもそれをイエス様は覆ってくださって、水ぶどう酒に変えて、花婿が褒められ、世話係たちもみんなすごいなって喜んで、みんなおいしいぶどう酒を最後に食べて上機嫌、本当にみんな祝福されて、そしてこの世話役を持っていた人たちは、すごい神様って体験したんですよ。みんな牧師はね、その時に言ってましたね、もう涙が止まらなかったって。涙が止まらなくなって、チキンを作りながら、追加のチキンを作りながら涙が止まらなかった。まあ水をね、涙を油に落としたら偉いことになるか大変なんですけど。ね、本当に神の愛を感じたんですね。それで次から次売れていって、で一通り全部売れてピューク終わった後に店長が来てね、さっき怒って申し訳なかったってね、お前があってね、まあね、あの南君が余計に作ってくれたから客を逃がさないで済んだって。だって何分待ちであれでしょ、逃げちゃうでしょ。でみんなもうすぐ本当に助かったって、ありがとうって言われたんですよ。おい最後にね、ところでお前何をしたんだって言うからね、いや神様祈ったんですって言って、ああそうかって言ったんで、これああそうかってのはすごいですね。普通ね、なんじゃそれとかね、どういうことってなるけど、ああそうかって言われるまで普段はがしてるってことですけど、この店長ね、その時は使えなかったんだけど、その後ね、そのことがあって、他の時にね、個人の本かなんか渡したの、別のことでね、それ読んでくれたんですって。これ感動して次の日、あの南君が福音を語ったら救われたんですよね。面白いですね。世の中って数字が全ての世界で、大失敗だ、大失敗ですよ。ところが彼がちゃんと悔い改めて感謝して神に求めたら、神は答えてください。主のおっしゃることに従ったら、いいですか、願ったのは全部売れますよって言ってない、全部売れただけじゃない、プラスアルファが来て、店長は驚き、店は祝福され、最後はそのことも大きな原因となって救われてるんですよ。これが神様です。で南君は特別だと思っちゃいけません。この手伝いの特別だと思ってはいけません。あなたでも私でも主がおっしゃることに従って、まず水がめに水を入れる、ここまではねお互いできるでしょう。この次、その水を持っていくんです。主が言われたら、その時に神の奇跡をあなたは見ることができる。神の愛をあなたは体験することができる。涙が止まらなくなるような神の愛や神の奇跡を
エコヒーキなことの語りも示されます。で、神の声がよく聞こえないっていう人は神様との交わる時間を増やす。日曜の第三礼拝だけではなくて、ぜひ朝もおいでください、ね、あるいはね、夜の礼拝も時にはおいでください土曜日の主語作りだけではなくて、ぜひコンサートもおいでください人の交わる時間を増やすと、神様の言葉や語りかけがもっと深く、もっとはっきり聞こえてきます。次、それに従えないかと思う人ね、神から語られたらね、本当に神が来たらその言葉に力があるからね、従う力がまず来ること。あとは祈ればいいの、神様ってね、あのね、これちょっと私ね、ちょっと理解できなくて、理解できなくても従うと思ってるんですけど、ちょっと助けてくださいって素直に言えば主は助けてくれるから、主のおっしゃる言葉に従うときに神様の愛、奇跡を体験できる。これね、で今日はこのあの方が言われることを何でも従えてください。あの方ってイエス様です。イエス様のことは何でも従えてください。何でもするんです。誰かに対して従える、自分で何かをする、とにかくイエス様おっしゃることはその通りです。もちろんイエス様が言ってるかどうかは吟味しましょうね。あの、思い込んでる場合もあれば、人の言葉のこともあるから吟味はしましょう。でも、いや確かに神だと分かったらためらわずに従っていきましょう。その時にイエス様はあなたを通して素晴らしい奇跡を与え、栄光を表せることね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。はい、ちょっと今日はね、遅くスタートして申し訳ありませんでした。少し駆け足になりましたけれども、ここまでにしておきたいと思います。天皇様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、本当に語ってくださり、語られたことのことをすると奇跡を、愛を表してくださることをありがとうございます。